エレウイテラス前方公園噴上のケズケズはパラオに点在する遺跡群。パラオには棚田城のハゲ山がよく見られる。ガラスマオ州にある棚田城ハゲ山は日本統治時代に採掘された防キサイト鉱山の跡地であるが、その他の棚田城ハゲ山は戦死時代に築造されたもので、ここで説明するケズである。アイメリーク州にあるものが特に有名で、 前方公園噴型やピラミッド型など様々な形の削がある。削は古墳のように土砂を積み上げたものではなく、自然の山を段々状に加工したものである。削中腹の平たい部分をテラスまたは段々といい、頂上部の膨らんだ森土をブックルと呼んでいる。山全体は削またはゅう山である。本格的な発掘はまだ行われていないため、 正確な築造年代は今なお不明である。肘方久志校の聞き取り調査でも、毛図にまつわる伝承は残されていない。毛図周辺には、土器編などが数多く発見されている。使用目的も不明であり、城塞の名残とか沖縄の歌器のような宗教的聖地など様々な説がある。学者の辻子レ地下は、ボロブドゥル遺跡のような仏教遺跡ではないかという説を唱えている。 ありがとうございます。